もう遅い。何やってんのかしら、まったく。どうした？何をイラついとる？先生、ケンちゃんまだ来ないんですよ。もうお昼だっていうのに。事件を解決したばっかりで疲れとるんだろう。でもあれから1週間も経つんですよ。そろそろちゃんとしてくれないと。まあ、多めに見てやれ。探偵を始めたばかりの頃は本当に疲れるものなんだよ。まるで自分が被害者の家族になったような気がするからな。ケンは今、家族を殺されたような気になっとるはずだ。そんなもんですか。ケンの探偵としての素質はずば抜けたものがあるが、探偵に向いてはいないのかもしれん。どういうことです？ケンは優しすぎるんだ。今のままでは精神的に参ってしまう。ケンの父親もそうだった。先生、ケンちゃんのお父さんを知ってるんですか？ああ、ケンの父親はな、警視庁一の敏腕刑事と言われていたんだ。探偵をやっていて黒須新介の名を知らぬ者はいないよ。亡くなったんですよね、事故で。事故なんかなもんか。あれは、あ、いや、やめとこう。途中でやめないでくださいよ。ちゃんと最後まで話してください。わしが口出しするようなことじゃない。きっといつかケンが真実を突き止めるだろう。それより、なんで今日に限ってそんなにケンが待ち遠しいんだ？もしかしてほの字ってやつかな。ほっほっほ。今日は駅前のスーパーで大安売りがあるんです。全く親父みたいなこと言わないでください。親父だった。なんじゃ、ケンに荷物持ちをやらそうと思っとったのか。くだらんの。何がくだらないんですか。今月も赤字なんですよ。私だって安売りの時にまとめ買いなんてしたくありませんよ。だいたい先生がわけのわからない調査費を使いすぎるんです。税務署に突っ込まれるのは私なんですよ。私がどれだけ苦労してやりくりしてると思ってるんです。これからはケンちゃんのお給料の支払いだってあるのに。そうだ、今月からお給料は完全歩合制にしましょう。働かざる者食うべからずよ。おお、野望をつついて蛇を出したようじゃ。わしは部屋に行っとるよ。あ、まったく都合が悪くなるとすぐ逃げるんだから。構わないよ、どうせ昼休みさ。先輩の？一体どういうことだい？そう、7年前に殺されたあなたのお父さん、まるで自分が死ぬことを予期してたみたいじゃないの。探偵ごっこも結構だけど、もう少しあの当時のことを思い出した方が良さそうね。ケン君、君はその三木夏子って女性の言ったことをどう思ってるんだい？ケン君、三木夏子という人は新聞記者だ。そして君のお父さんを愛していた。
彼女は大学を卒業し新聞記者の道に進んだ。しかし当時の新聞は完全な男社会だったため、彼女の苦労は相当なものだった。セクハラまがいのことをされたり、ひどい嫌がらせを受けたりもした。だが彼女は負けなかった。そんな彼女を君のお父さんは励まし元気づけた。警視庁切手の敏腕刑事が味方についた彼女は次々と大きなスクープをものにしていった。そしてあっという間に一流記者の仲間入りをした。しかし彼女は過ちを犯した。スクープをものにしようとするあまりタブーに首を突っ込んだんだ。それは彼女の手に負えるようなものではなかった。彼女は拉致され殺されかけた。それを助けたのが君のお父さんだ。それからしばらくして君のお父さんは亡くなった。わからない。本当にわからないんだ。僕だっていろいろと調べたさ。でも何の証拠も見つからなかった。それは今は言えない。もう少しだけ待ってくれ。僕だって何もしていないわけじゃないんだ。きっと突き止めてみせる。ああ、約束するよ。彼女また会えたね。ちょっとあんたたち、またあんたか。ちょうどいい。この間の借りを返させてもらうぜ。へへへへへ。どこ行ってたのよ。これ持ちなさいよね、全部。なんか言った？あの全くたるんでるんじゃないの。くど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 、だいたい先生も先生よ。ぐち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 。あら、詳しいのね。うちの実家合気道の道場やってるの。西山流って言ったら北海道じゃ結構有名なのよ。わかる？こう見えても2段よ。道場の男の子にだって負けたことないわ。へえ、三日月蹴り知ってるなんて。ケンちゃんもかなり強ね。やってたの？
そうね、ケンちゃん根性なさそうだもんね。多分1週間で音をあげるわね。佐伯さんいらっしゃるかしら。あの、どちら様でしょうか。大野よ。どういったご用件でしょう。いいからつべこべ言わずに呼びなさい。もう。誰じゃ。何？大野って派手な婆さんか。いないって言ってくれ。以前仕事を受けたことがあるんだが。おお、おぞましい。なんとか断ってくれ。だったらお前に全て任す。好きなようにやっていい。とにかくわしゃこの件に関しては何も知らん。勝手にやってくれ。嘘おっしゃい。だったらなんで隣の部屋に長いこといたのよ。電話ならわざわざ隣の部屋に行かなくてもかけられるでしょ。なるほど、筋は通ってるわね。信じることにしましょう。佐伯さんはいつ戻っていらっしゃるの。もっともなお答えね。あなたも？あなたも？じゃあとりあえず話を聞いてもらおうかしら。あなたエリス女学館ってご存知？私そこの学長をやっておりますの。そう、私が大野珠代。隣におりますのが教頭の木村康春です。木村です。これを見てください。1週間ほど前です。ええ、2名ほど。教頭、めったなこと言うもんじゃありません。あれは単なる偶然です。しかし立て続けにうちの教師が死んだのです。いいえ、病死です。二人とも癌ですの。便乗した誰かのいたずらに決まってますわ。しかし学長、偶然にしては。実は二人目が亡くなったのは2日前なんです。
偶然です。2日前に亡くなった先生は脅迫状が来た時にはすでに入院していました。犯人は亡くなることを見越して脅迫状を出したんですって。生徒たちが色めき立っているのです。その通りです。どうして分かったのですか？そこまで話していないのに。素晴らしい推理ですわね。佐伯さんが信頼してるだけのことはありますわ。いいでしょう。あなたにお任せします。この脅迫状を出した犯人を捕まえていたずらだったということを証明してください。まだいたずらだったと決まったわけじゃ。教頭、まだそんなこと言ってるんですか？しかし よろしくお願いします。わかりました。失礼します。何の用だって？